ベースが負けてたよね。グループ戦術がなかったから、だから崩壊しちゃったんだよね、今回ね。選手に伝わってないんじゃ話にならないし、まあ、今の森保ジャパンのもう最大のこう弱点というか、森保さんのツケが回ってきたのかなって気がするんだよね。じゃあ、ジョーさんは、森保監督は続投派ですか？絶対に語られない話が、ここにある。ジョーチャンネル、スタート。だって続投派ってもう契約してるでしょ、だって。まあまあそうかもしれないですけど、うん、そしたらお金だって何億円か森保さんに入っちゃうのよ、会員になったら。森保さんね、そう、辞任だったら自分でもうその時点でお金はいらないってなるんだけどね、うん、いや僕は一番納得できなかったのは、うん、田嶋会長がもう続投したわけですよね、うん、森保さん続投を、うんうん、いやこれだけ日本代表がボトムアップと言っているのに、うん、協会のトップがトップダウン式ですよね、これだと、うん、いや他に技術委員長とかいっぱいいるわけですから、うん、今回の大会振り返ってボトムアップした段階で会長としてそれで判断して森保さん続投ならいいんですけど、うん、何の検討もしてないあの大会終わった直後に、うん、もう続投で続投って決めるのは、うん、トップとして僕はどうかなってすごい思っちゃいましたね。だから田嶋さんがそういうふうに言ったかもしれないけど、はい、でもこのもしかしたらだよ、アジアカップが始まる前でも、はい、もしこういうふうに負けたとしてもこれは継続でいくよっていう話し合いはもう実は組織の中でされてるかもしれない。そうだからこういう人がいるからいろんなこう世の中ごちゃごちゃいやいやいや、いやでもそうだってなって、いやでも大会を一回振り返ってほしいじゃないですか。いやもちろん振り返るよ、それは振り返るけども、でもこれってねすごくやっぱりいろんな問題があって、じゃあ森保さんはもう全然ダメだったらすぐ解任だ、じゃあ次の監督はどうすんのって、うん、じゃあそれで行き当たりばったりじゃダメなんだ、ね、もちろんもちろん、それはそう思ってます、うん、二次政権した意味がないなと思いますし、うん、だから二次政権を信じてこれを積み重ねていきましょうよっていう多分流れがもう組織の中できちんと話し合いが行われてるんだよきっと、うん、それでその中でアジアカップでこれもし負けてとしても、うん、もう少しちゃんと様子を見て、うん、そうに続けましょうっていうのを多分決まってたと思うんだよ、ね、うん、そうじゃないと会長はただ自分の思いだけで、うん、よしこれはやっていうのはないから、うん、絶対この大きな組織だから、うん、まあまあそうですと、だからこういう人がいるから本当に世の中はごっちゃごちゃになっちゃう、まあ、そうですけど一旦ね、一旦大会を振り返ってきちっとだから違う、これはね言ってもらえてもいいんじゃないかな。俺一つは あるんだけど、毎回ね大会ワールドカップもそうなんだけど、はい、こういう大会でじゃあこれ敗戦しました、じゃあ何が敗因だったのか、うん、何がどうだったのか、うん、これ良かった点はこうだった、はい、悪かった点はこうだった、うん、もっとじゃあこの先にこうにしていかなきゃいけないっていう、うん、そういうのを出せばいいじゃん、うん、終わった後に、うんうん、そうですね、出さないじゃん、うん、何にも出さないでしょ、うん、だからみんながそういうふうにどうのこうの言うだろうし、日本のサッカーってどこに向かってるのとか、うん、方向性もわからないよね、うん、だから俺はすごく、まあこれは協会に対して言いたいんだけど、やっぱり毎回ねどんな大会でもいいし、でここにプラス材料があった、うん、ここは積み重ねられた、ここはちょっとまだまだ足りなかった、こういうことをやったんだけどこれは通用しなかった、うん、これ出せばいいじゃん、うん、データもいっぱいあるし、うん、走り負けてた、うん、ね、うん、ここのコンタクトをこれはうちが上回ってたとかね、うん、そういうデータだっていっぱいあるんだから、うん、そう結局ね総力とかさ、うん、この瞬間的なスピードとかさ、うん、いろんなもの全部データ出るのよ、うん、だからその中でいろんな相手チームのスタメンとこって比較した場合にこうだったとかさ、うん、でここのやっぱり強化は足りなかったとかさ、ここは上回ってるんだけど、うん、じゃあなんでうまくいかなかったのか、うん、こういうのを全部分析した中でで皆さんに伝えるべきじゃん、うん、実はこういう大会でこうでした、うんね、確かに負けたのは本当に大変申し訳ありません、うん、だけど積み重ねもありました、うん、こういうのもうまくいきました、うん、ここはうまくいかなかったっていう、よればそう、うん、そしたらじゃあ次じゃあこれうまくいくためにじゃあどうするのかなって見るじゃない、うん、はい、でも全部閉ざしちゃう、うん、終わったからはい終わりって、うん、だから納得いかないじゃん。まあまあそうですね、うんうん、でもそういうのって毎回の大会でも何でもいいから、うん、そういうのやればさ、うん、ああそうだったんだ、あここは前良かったのにまたダメになっちゃったな、うん、じゃあこの原因は何なんだろうって探れるし、うん、そうですね、そうだから結局そういうのってうん、俺はだからやってほしいなと思うし、まあまあやってほしいですよね。そうだって日本サッカーの未来って何に向かってるのかって分かんないじゃん、うん、はい、で前も言ったじゃん、メキシコのサッカーがすごいから体と背丈も似てるからメキシコサッカーに寄せていこうとか、うん、スペインサッカーに行ってみようとかさ、うん、いろんなことやってんだよね、うん、そう
だけどこうじゃなくて独自のやっぱり日本っていう戦い方、うん、日本人の特徴だったり日本の武器だったりいろんなものがあるわけ、うん、その中でじゃあ日本のもっとベース、日本の戦い方って、うん、日本の総戦術ってこういうもんだよ、日本はこういうふうにして世界を取っていくよっていうさ、うん、指針が見えればさ、うん、だからそれをトップの代表がやれば、じゃあそのアンダーの代表で今度各地方の、うん、ね、子供たち指導者がじゃあこういう選手を育てようってなるじゃない、うんうん、そうだったらやっぱり日本のこのね島国の中でいろんないい選手をもっとこういう代表選手に育てるってね、うん、こうピラミッド型でピャッてこう結びつくと思うんだよね、うん、だけど結局いろんな指導者の人、地方の人、いろんな人が聞くと代表は何をやってるか分かんないから、うん、自分たちの好きな選手を育てる、ドリブルだけ得意な選手を育てたい、うん、パスだけ上手い選手にさせたい、もううちは走りばっかりはさせるから、うん、走れる選手作りたい、うん、でみんなバラバラなん、うん、でなんでかってトップが何をしたいか分からないし、どういう選手を育ててほしいってメッセージがないの、うん、でもイタリアとかさスペインとかだってそういうのってあるんだよ、うん、トップダウンででこういう選手を育ててほしい、うん、こういう風な形でいきたいから、そうだからこういうのをうまくできる選手をピックアップして育ててくださいってやっぱりなるからね、だからそこがつながるんだよね、だからすごいいい選手がやっぱりどんどん出てくるし、うん、日本もやっぱりいろんないい選手が出てきてるけど、いやもうそうなんですよ、今ものすごく選手はいいじゃないですか、うん、だからこそそうね、だからそこをまだ課題もいっぱいあるだろうし、うん、でも協会のことも言ったけど、でも選手は今回走り負けてたよ、うん、うん、そういう激しさとか戦えるところをやっぱイランが上回ってた、うん、うん、だからこれは本当に仕方がない、うん、これで勝てなかったら勝てないもん、うん、うん、だから範囲はもう選手にももちろんあるし、板倉のミスとかいろんなことは、ザイオンがパンチングしたらどうのこうのってあるけど、そうじゃなくてもう基本ベースで負けてたイラン戦は、とにかくね、だからもうそこはもう俺は仕方がないなと思うし、これはイランの方がすごかったなっていうふうに認めるしかないしね、でもこの後だよね、協会が発表するかどうか見ててくださいよ、あ、これからの方針を、そう、あ、振り返る、ね、うん、アジアカップはこうでしたね、これで敗戦してしまった、だけどこういう積み重ねがありました、うん、ここでね、ダメだった部分はこうだったんです、だからもっとこういうふうにして いきたいと思います、うん、出してくださいって話でしょ、うんうん、だからね、まあぜひ協会の方も乗車メロを見ていただいて、そうですね、ぜひ見てもらいたいですね、いや、俺協会に電話しようかなと思ってたんで、ずっと手紙かな、うん、まあいいじゃないですか、このね、乗車メロでメッセージ飛ばしますから、いや、だけど本当にでも俺は俺の考えだから分かんないけど、でも俺はそう思う、すごく昔前からずっと言ってるけどそう思うし、そう、これが批判ではなくて、うん、いい方向にやっぱり行ってほしいなと思うし、こういうのをもっとやったらサポーターも皆さんもね、うん、応援してくれる人たちもそうなのかって、じゃあ次もう一回チャンスはもらえるだろうしね、うん、まあまあそうですね、結局すぐねメディアも通して解任だとかさ、うん、このまま続投していいのかとか、もうそっちに行っちゃうじゃんすぐ、まあまあそうですね、すぐ行くじゃん、いや、まあそうなんですけど、いや仮にね、いや森保監督が今回かカードもあの自分でもおっしゃってたじゃないですか、ちょ私のミスですと言うんですけど、うん、監督がこの次のワールドカップまでの間にこう成長を待たなきゃいけないのかなっていう気持ちになっちゃうんですよ、選手はいい選手揃ってるのに、うん、監督の成長を待たなきゃいけないのかなっていう疑問が生まれちゃったんですよ、うん、だけど決めたのはだって協会だから、もう森保さん続投っていくんだから、うん、だからそれを信じなきゃいけないし、なるほど、結局うまくいかなかったらもうすぐはい違うんじゃないかじゃないかって言うじゃない、うん、いやなんかあの、うん、ヨーロッパとかの名将とかが例えばね、うん、今のメンバーでちゃんと戦術落としてやったらどれくらい強いのかなみたいなのを見てみたいなっていう気持ちになっちゃった、それはそうだよ、それはそうかもしれないけど、うん、でも今は監督は森保監督、まあまあそうなんですけど、ね、でしょ、うん、だから俺は前に提言してた森保監督でもいい、日本人監督でもいい、うん、アドバイザーとか誰かにそういう、うんうん、そうですね、名将とかすごい人たちを入れて、うんうんうん、でアドバイスしたりとか、うん、そうにしてったらいいんじゃないって言ったじゃん、うん、そうですね、そうなったらなんか良さそうじゃん、いや良さそう、分かんないけどね、うん、分かんないけど監督の立場なくなっちゃうかもしれないけど、いやいやでも森保さんも勉強になりますよね、うん、きっとね、だから選手は十分育ってきてる、うん、海外の選手がね93年から J リーグから入ってきて、うん、トップ選手が来て、うん、で J リーグも一気にこうレベルアップした、その中で今度指導者がね、うん、レベルアップする場所って、うん、結局やっぱり海外に行けるのはやっぱりアジア止まりなんだよ、うん、中国行ったりとかさ、うん、ベトナム行ったりとかさ、うん、そういうふうにしかやっぱり指導者ってまだまだ
日本のレベルってさ、うん、世界レベルじゃないから、だからそこも指導者をね、うん、そういう人をアドバイザーに入れてね、うん、でそういうのをこうやってきながら指導者もこう勉強していけば、うん、やっぱりレベルが上がるでしょ。そうですね、確かに。そう、選手はそれでレベルが上がったわけですからね。そう、指導者も上がるはずなの。で日本の指導者も絶対いい指導者ばっかり、うん、いるんだよ、いっぱい。分析力もすごいし、だからそういう緻密だし、うん、だからそういったものをこう組み合わされば指導者も伸びるじゃない、うん、だから俺は 前から提言している通り、うん、日本人監督でもいい、だけどそこにアドバイザーみたいなね、うん、それで世界を戦ってきた人、そういうね経験値のある人、うん、それを入れたらさ本当に良くなるんじゃないかなとは思うよ、ね、来てほしいな、ね。まあ、だけど、まあ、森保監督は森保監督でね、まあ、いろいろ悩まれてるし多分やってるんだろうから、まあ、そこはもう本当に勉強してもらって、うん、ね、うん、でまずはやっぱりこう本当にチームの選手からそういう言葉が出るぐらいの戦術だから、うん、でもう一回戦術を立て直しだったり落とし込みをしなきゃいけないし、うん、代表って難しいのよ。結局 J リーグとかさ各クラブの監督じゃないから、うん、やっぱりあの集まれる日数も少ないし、うん、でこういうふうにみんなでこう何か共有するっていうのは難しいし、うん、前にも言ったけどサッカー選手って頭では理解するすぐ、うん、だけど頭から体にこう連動するっていうのはなかなか時間かかるのよ、うん、だからそうなった時に代表招集されて数日間の練習して試合やんなきゃいけない、うん、このスケジュールの中で落とし込むってすごく大変なんだよね、うん、だから、まあ、その辺のこう言葉だったりとかその戦術眼だったりとかっていうのを明確にして続けていかないと、うん、そんな簡単に落とし込めるわけじゃないから、うん、それをぜひやってもらいたいなと思います、はい、まあとてもね残念な結果にはなったと思いますけども、はい、まあでも収穫はやっぱりね、まあ、森田が言ったようにチームに何もなかったというのが、うん、逆に俺は収穫だと思ってほしい、みんなに。なるほどね。そう、はい、だからこっからじゃあどうしましょうって、うん、ぜひなってもらいたいなと思います、うん、まあフルピーの言ってる気持ちも分かる、はい、もちろん、うん、ね、そうやって何もサッカー知らない人がそういうふうにうだうだ言うのね多少は知ってるわ多少知ってるで、ね、まあでもそれだけそういう思いで見てくれるっていうのも、うん、ある意味こうサッカーにこれを見てきたでしょ。そうでしょ、はい、うん、だからそういう人ががっかりしないようにね、うんうん、ぜひね森保ジャパン頑張ってほしいなと思います、はい、まあ、そして今後もね、まあ、森保ジャパンどういう戦い方するのか、それで戦術がないってね、うん、まあ、の中でよりどころ本当に作れるのか、ね、ぜひ皆さんもね、注目して見てもらいたいと思います。またね代表戦がありましたら、はい、私たちもね、はい、ズバズバと、はい、いろいろ分析をして言いたいと思います。はい、皆さんそれではまた。チャンネル登録よろしく。